ああ、ごめんなさい。ぶつかってしまって。お？その声は、あなたもパーティーに来てたのね。偶然会えるなんて嬉しいわ。仮面舞踏会なんて生まれて初めて。遊園地でこんな体験ができるなんて、びっくりしちゃった。え？仮面をつけているのに、どうして君のことが分かったのかって？そんなの当たり前じゃない。どんな仮面で顔を隠していても、君の声は忘れるはずがないもの。私ね、君の優しい声が好きなの。聞いているとなんだか落ち着くみたい。優しくて気遣ってばかりの少し不器用な君が好きだわ。さあ、一緒に踊りましょう。舞踏会はまだ始まったばかりよ。